成田国際空港成田空港問題三里塚、闘争三里塚闘争は、千葉県成田市の農村地区である三里塚と、その近辺で発生し継続している、成田市、三部郡柴山町の地元住民及び、審査翼活動からによる新東京国際空港の建設、または存続に反対する闘争。成田闘争とも呼ばれる、 三立化闘争は、空港の建設地が、現在の位置に決定するまでの経緯並びに、空港用地内外の民有地取得問題及び、騒音問題などにより、空港建設に反発する、地元住民らが、革新政党指導の下で結成した、三立化・柴山連合空港反対同盟による、反対運動をその源流とする。 反対運動はやがて開港を急ぐ日本政府による機動隊投入などの強行策に対抗するため審査欲投破と合同することとなり過激化。ボタンの掛け違いと呼ばれる政府側と反対派のすれ違いの連続の結果、世界の空港建設市場の中でも稀に見る難航を重ね、激しい闘争によって開港が当初予定より、 大幅に遅れただけではなく、双方に死者を出す惨事をもたらした。開港後も過激派によるテロゲリラ事件や強固な反対運動が継続し、空港の拡張が停滞したため、一時は世界屈指の国際空港の地位にあった成田空港も、各国間の空港開発競争の中で次第に劣勢となっていった。また、地域社会にも、 住民間の対立をはじめとする爪痕を残すなど、現在に至るまで大きな影を落としている。さらに、この闘争は、公共事業のあり方についても、国内外で大きな波紋を呼んだ。重余三天人法を東方取り、高古米の天老、東三立か三立角内町下佐五両、牧場岩山木の根横堀古込一。 桑田堀の内本城西三里塚南山里塚三里塚五両大、清水小菅永田の下平、小泉吉岡川上菱田大佐となりた、国際空港周辺の地区小村を中心とした、地区戦後開拓を中心とした、地区明治、大正開墾を中心とした地区千葉県の北部は、俗日本気で、霊諸国テーマ吉っぱなし牛場とある700年から、続く。 馬の牧用地として知られており、原平合戦では、東国の源氏に群馬を供給していた。江戸時代には、小金五牧及び桜七牧が設けられ、広く平坦な下佐大地を生かして、群馬の飼育生産が行われた。現在の成田空港は、桜七牧の内鳥か牧と、高の牧があった場所にまたがって位置する。1930年当時の区内衣下下佐五両。 牧場20世紀に入り食産工業を推進していた明治政府はアメリカ人牧羊家アップジョンズを親とい外国人として招いて鳥か牧付近に牧羊場を設け大久保利道肝入りの内務省の政策の一環として近代牧畜による羊毛自給を目指したしかし大久保は清居坂の辺で倒れ輸入した面用には 海戦が蔓延した上にアップジョンズも、不慮の事故などにより離日することとなり、牧羊事業は、縮小を余儀なくされた。この牧用場は、区内省に移管され、同じく取港に設置された、出築場と合併して、下佐市築場と改称し、これが後に、下佐御両牧場となる。牧場と共に形成された三立下の町では、八百屋、魚屋、 下手屋といった商店を営む牧場の出入り業者や、牧場の臨時取りをする者などが居住し、牧場を中心とした生活が営まれていた。しばしば五稜牧場を訪れる皇族も、住民らにとっては身近で親しみを感じる存在だった。広人親王成婚を記念して植えられた竹のびり林に、隣接する五稜牧場には、日本有数の桜並木があり、 春先になると当地に付設された、タコ船に、東京から乗り入れる直通列車が仕立てられて、千葉県随一の継承の地と言われた三里塚に、大勢が花見に訪れた。高村光太郎は、三里塚の春は大きいよから始まる、春駒と題する詩で、ありし日の五両牧場の様子を読んでいる。五両牧場を知らない奴は空港に反対する根拠が、ない。 本当のとこを言うと、五稜牧場がなくなるって言うんで、心ここの人はみんな気がおかしくなったのだと、地元住民が後に語ったほど、五稜牧場は、近隣で生活する住民にとって、物心両面で書くことができない存在だった。芝山町の谷、津田下宇佐大地が削られてできた谷地では、谷津田と呼ばれる湿田で古くから農作が、行われていた。 そこで農業を営む江戸時代から続く集落は、小村と呼ばれ、強固な村落共同体が形成されていた。芝山の集落の多くが、この古村であり、成田川でも鳥子や狛屋がこれに該当する。なお、狛マには、水野洋州が居住しており、開墾の様子を、我は、もよやに、ミソキスとしもフの荒巻に来て土を耕すと、短歌で歌っている。 この地は、下佐と数佐の分水嶺に位置し、江戸時代は、天領の大官の管轄区域の末端となっていたために、強力な支配権が及ばず、権力に反抗的な風土が培われていたとも言われ、1914年には、農民組合が組織されていた芝山町では、農村の階級支配に対し過去数々の葬儀が行われてきており、千葉県内でも、 農民運動が最も盛んな地域だった。開拓農家の霊それぞれの家ごとに四角い区画を有しているのが特徴である。第二次世界大戦敗戦直後の1946年に戦後開拓の一環として五両牧場の敷地のうち約1000丁部が農地として開放されたほか、県有林の一部だった土地が払い下げられたことで入植が始められた。天木の根、 東三里塚、古み、東方など、成田川の工作地の多くは、この時に開墾が始められたものである。当時の入植者は、新旧民と呼ばれる、廃線によって生まれた引上げ者や沖縄戦による、後輩と米国による当時により帰郷ができなく、なってしまった沖縄県出身者、長男でないために家督を告げない農家の子息などで、占められていた。なお、 払い下げの価格は一旦あたり80円程度だった。新旧民の多くはほとんど身一つでこの地で開墾を始めたため、その暮らしぶりは極めて貧しかった。新旧民らの開墾は困難を極め、昼間は古村での小作で収入を得て、その後は月明かりの下で桑一本で開墾作業を行った。炊飯の頻度を最小限にして、 少しでも開墾に時間を当てるため、4日分の米をまとめて、松葉などで滝空気に触れて腐りやすい部分を削いで食べながら、小紙と呼ばれる電気や水道も通らない三角形の粗末な藁小屋で原始的な生活をしていた。農家としての生き残りをかけた土地争いも発生した。入植地では過酷な環境に耐えられなかった入植者が次々に脱落していった。 結果としてこの地に残ったのは、脱落者から農地を買い取り、生計を立てられるだけの規模を確保した者たちだった。それ以前にも1923年に、宮内省五両牧場の二千丁部が、払い下げられるなどしており、天神盆、横堀、重予算など、明治、大正期に原野を開墾して成り立ったブ落クもあった。それらの地区で行われた開墾の中でも、 特に古いものとしては、三井八郎上門な富豪の出資によって設立された、開墾会社によるものがある。この開墾を行ったのは、明治維新によって職を失った、下級武士、武家の奉公人、流浪の民などからなる、開墾会社に雇われていた、東京休民であった。事業は、台風での被害を受けるなどの困難に直面し、苦境に耐えかねて逃亡する者が、相次いだ。 開婚会社は、業績不振で結局解散するが、この地に泊まって、開婚を続ける、東京休民や脱落した、東京休民から農地を取得した農民は、その後小策量の上納と、土地所有をめぐり地祖改正で発行された知見を持つ、東京の豪商と争い、長い裁判闘争を経て入職者の権利の保障を勝ち取った。これらの経緯から、 この地域の農民には土地に対する執着が深く刻み込まれていた。2021年現在の空港等周辺空域。千葉市街地を挟んで、成田、羽田両空港の制限表面が設定されている。羽田空港の制限表面は、新空港建設候補地となった浦安、木更津を含む東京湾一帯にまたがり、東京西方には南北に発着する。 飛行場が点在する。1963年の航空審議会答申で、敵地とされた富里湾では、新空港の空域が羽田空港と下宇佐航空基地に、さらに接近することになる。1960年代初頭、急速なジェット化による、大量輸送時代の幕開けと高度、経済成長によって、日本の航空需要は、急激に増大しており、 旅客需要の伸びと航空機の発着回数の増加傾向がこのまま推移すれば、当時唯一の国際拠点空港であった、東京国際空港の能力は1970年頃に限界に達すると予想された。しかし、以下のような理由で、その拡張性が見込めなかったため、羽田空港のシーカス走路整備を進めていた、当時の運輸省も羽田が、 将来の需要を賄うことについては超音速、輸送機が今後主流になることも見据えて、その実現は、ほとんど不可能と言わなければならないという見解だった。北西側部の大田区、品川区には、人家密集地帯が存在し航空機騒音対策が困難であり、南西側には、川崎市の石油コンビナート地帯が隣接しており、さらに南側は、 浜川の河口に面しているため拡張できるのは東の東京湾沖合しかないこと。当時、船舶が殺到してパンク状態となっていた東京港では拡張計画が進行中であり、羽田空港の沖合への展開は海上輸送や港湾の能力増強に著しい支障をきたすこと。当時の港湾土木技術では、 水深20メートルにある海床の埋め立てが困難だったこと。在日米軍が管理している専用航路、東京西部空域補加軍用飛行場群が有する管制空域との兼ね合いなどがあり、航空機の出発経路の設定が著しい制約を受けること。建設上の制約で各滑走路を独立運用できるような配置にすることができず、 滑走路あたりの処理能力が低下すること。そこで政府は来たるべき国際化に伴う航空需要の増大に備え羽田空港に代わる本格的な国際空港の建設計画の策定に着手し1962年11月16日に第2国際空港建設方針が閣議決定された。新空港の青写真と航空審議会答申。 新東京国際空港計画案1963年6月に運輸省が作成した冊子新東京国際空港で示された当初計画での新空港は超音速輸送機用の主滑走路2本、欧風用済み走路1本、国内線用滑走路2本をグビし、総敷地面積は約2300ヘクタールと当時の羽田空港は 愚か世界の主要空港と比較しても、先進的なものだった。青本が出されたのと同じ頃から、建設地についても、本格的な検討が進められ、候補地としては、千葉県浦安沖、陰馬沼、木更津沖、富里村、八街町付近、白井、茨城県霞ヶ浦周辺、八田部などが挙げられた。これらはいずれも東京都の東側に位置し、 特に利用可能な空域や広い面積を持つ千葉県に候補地が集中した。1963年12月11日に航空審議会が綾部健太郎運輸大臣に最も有力な3候補地について以下の通り答申し、富里村付近が候補地として最も適当であるとした。浦安沖は公衆の利便の点では最も魅力的であるものの、 航空管制上の羽田との関係や埋め立てに伴う造成経費が難点であり、気象条件についても臨海工業地帯の造成がさらに進んだ場合は、スモッグによる障害が懸念される。霞ヶ浦周辺は航空自衛隊百里飛行場の影響がある。富里村付近は気象条件により滑走路の方向を弾力的に決定でき、地形、 都心との距離の両面において、霞ヶ浦沖よりも優れている。なおこの時、航空審議会は、この際、中途半端な空港を作ることはかえって将来に、過婚を残すことになるので、可能な限り能力の大きい空港とすることを、基本的態度として考えるべきであるとしている。また、航空審議会の答申の中では、土地の取得問題について何ら言及はなかった。 建設省、東人派との対立それまで候補地の一つとなっていた、木更津付近は、羽田空港の進入出発経路の要衝となっているため、上記の航空審議会答申では、最も有力な参考補地から除外されている。木更津案は建設省と、河野一郎が推進していたものであり、特に河野は羽田空港を廃止してでも東京湾を埋め立てて、 新空港を建設するべきだと主張して譲らず、これに、田中角栄造省や赤木宗則りの王も同調するなど、投申後も攻防が続いた。これは、運輸省建設省間の縄張り争いであるだけではなく、自由民主党内の官僚派と当人派との駆け引きでもあり、さらにその背景には春節工事や土地売買をめぐって暗躍する業者の存在が、噂された。 さらに折り足く池田隼人首相は、高等岩による体調不良で調整力を失った。政治力のない運輸省は、航空管制の技術的側面から、下宇佐大地こそが理想の立地であると考えながらも、こうした実力者の動向に気を使うあまり、地域住民の存在についてはないがしろになったとの指摘もある。池田首相は1964年、 東京オリンピック閉会をもって退陣を表明し、運輸官僚出身の佐藤栄作を公認に指名した。富里湾の一時内定富里での空港建設内定を報じる1965年11月18日付の毎日新聞入館1965年11月18日、佐藤内閣は同年に実施された ボーリング調査の結果から霞ヶ浦は候補地として適当ではなかったとして関係閣僚懇談会で空港建設地を富里に内定し橋本富三郎官房長官が記者会見で関係閣僚協で新空港を富里にすることに内定した明日閣議決定すると突如発表したこれについては埋め立て案を強力に推していた河野の休止と 内陸案に難色を示していた、友もの武人千葉県知事の病気療養による不在を、帰化としたのではないかとの指摘もある。巨大な空港の面積は、富里村の半分にも匹敵しており、空港周辺に展開されるであろう。開発も考慮すれば、その実現は、近代牧畜の発祥の地であるとともに、末広農場をはじめとする日本の農場経営の、 モデルケースとされてきた村がほとんど消滅することを意味していた。当時は2021年現在と比べ、航空機の利用は大衆に浸透しておらず、騒音など外部不経済の負担が大きい空港は単なる迷惑施設であるとしか世間は認識していなかったこともあり、すでに空港建設の候補地となっていた各地では反対運動が繰り広げられていた。 富里村及び八街町でも1963年には、富里、八街空港反対同盟が結成されており、政府が迷走している間に革新政党が指導する反対運動が浸透していた。さらに突如として一方的に内定を突きつけられた、ことで、地元農からは、何が候補地として最適だ。 地元の調査も挨拶もないうちに一方的に決められてたまるものか。ここは日本一の農耕地だ。農地は我々の命だと激怒した。その結果、富里、八街の地元住民らがさらに激しい抗議活動を展開するようになった。だけではなく、政府発表まで根回しが全くなされなかった。地方公共団体からも反発が出て、 閣議決定は一旦取りやめとなった。千葉県庁には、富里に決定したら命をもらうベトコン作戦で徹底的に戦うなど、脅迫まがいの電話や直談判が殺到した。また1960年代の日本は、中央政府、地方自治体、住民の力関係が変化しつつある時期に当たっていたが、これまで地元の陳情。 生願を受けて飛行場を作ることがほとんどだった。運輸省当局は、用地取得に関する地元住民との話し合いを、どうするかも全く決めておらず、住民対策として、用地買収の条件、大体地、転業対策、騒音対策の4条件を提示して抗議してきた、千葉県側に対しても、新東京国際空港公団法を次の国会に提出し、その公団に、 各省から人を出してもらって相談してもらうとした。こうした、地元は、政府の決めたことに従えばいいと言わんばかりの、運輸官僚の態度は、さらに火に油を注ぐこととなった。水面下の調整とミサと空港、反対派遣庁乱入事件と、全日空羽田沖墜落事件を報じる紙面三里塚での、空港位置検討図。空港レイアウトは、 富里空港案のものが使われている。富里空港反対派のデモ隊が千葉県庁に乱入するなど、翌1966年になっても反対運動は収束する気配を見せなかった。さらに同年の2月から3月にかけて大規模な航空事故が日本国内で相次いで発生。特にうち2件の事故は羽田空港の着陸援助能力の低さとの関連が、 指摘され、安全な航空施設の早急な整備が強く、叫ばれるようになった。羽田が手狭であるというパイロットの不満の高まりと、ともに日本航空や外国航空会社からの要求も無視、できない段階に達しており、東京を世界の中心の一つとする日本の将来展望を実現するには、新空港が不可欠であると考えられた。これらを受けて、 空港建設地問題の決着を急ぐ佐藤、英作首相の下で、若狭徳寺入遊事務次官が、友の知事と秘密裏に交渉を行った。これと、並行して、自民党政務調査会交通部会でも、代替案の検討が進められ、川島昌二郎自民党副総裁の圧戦などを経て、空港の規模を大幅に縮小位置を約 4km 北東に移動させて、国有地である。 下宇佐五牧場を建設地に当てるという修正によって民有地を最小限に抑える三里塚カーンが浮上、水面下で調整がなされた。この三里塚カーンは羽田空港の存続を前提とした技術的な検知を重視する運輸省と運輸省をはじめ航空関係者は空ばかり見て地に足がついていないと批判してきていた。 現実政治家との妥協の産物であるとも言える。なおこの時、三里塚地区の貧しい開拓の民が相手であるなら、買い上げ価格を相当思い切ってやりさえすれば、空港建設は可能であるとの思惑から小村を避けて、なるべく開拓部落に収まるように空港のレイアウトを決めたと言われる。一方、運輸省では、富里安こそが理想の新空港の形であり、 サンリズーンは、つなぎ、暫定案であるとの認識が残っていた。すでにサンリズーンでの調整が政府と千葉県の間で、進められていた1966年6月21日に、中村虎田運輸省が、新空港は、富里、八幡以外にないと、記者会見で述べた上、空港建設にあたり設立予定の、空港後段総裁に指名された。 成田つとむが7月12日に、地元農民の賛成があれば拡張したいとの談話を出し、地元からの不信感を招いている。閣議決定と同様する地域佐藤首相と、友野知事の会談を写真付きで報じる1966年6月23日付の、毎日新聞富里空港、三里塚空港案、1966年当時の、 羽田空港規模比較図1966年7月4日閣議の資料。公有地やゴルフ場を最大限利用して対象ミニ有地の面積を抑えようとしていることが伺える。が降りてくんだぞ。そんなもの降りてきたらどうすんだ。戦争が起きたら爆弾が落とされる。騒音で牛の乳が出なくなるなどと強硬状態に陥り、富里と同様に。 猛反発した。革新政党にとっても三立化への計画変更は、意表を突かれるものであったが、巻き返しを図る日本共産党や日本社会党の指示を受けて、富里の反対運動を支援していた両党の、オルグ団や反対派の富里住民らが直ちに現地に駆けつけ、動揺する住民らに対して、地元民がどんな脅かしや誘惑にも負けずに頑張り、 周りの人々に支援されて戦えば必ず勝てる。富里と同じように戦えば、必ず空港を追い払うことができます。俺らが勝ったんだから、あんたらも勝てるなどと歌った。切迫する航空需要を受けて、開港を急ぐ佐藤内閣は、空港計画そのものへの交渉行為に応じぬまま、2週間後の7月4日に、新東京国際空港の位置及び規模についてを、閣議決定した。 この時の決定内容は2017年までの成田国際空港の基本計画となっている。ただし2018年3月13日に4社協議会が最終合意した機能強化案はこの範疇に含まれない。新しい空港計画は運輸省が21世紀にも耐えうると自我自産した富里案の規模に比べ大幅に縮小されてはいたが、それでも 空港建設用地は、成田市、芝山町、大栄町、多古町にまたがる1065ヘクタールもの広大なものであり、五両牧場等の面積は、空港予定地の4割に満たず、ここでも民有地の取得が課題となり、用地交渉の対象者は千数百人に上った。しかし、この時日本政府は、空港建設を、まだ楽観視しており、あくまで、 5年間で完成させるプロジェクトチームとして各方面からの寄せ集めの人員で新東京国際空港公団を立ち上げている。後に一律に定められた保証額等の制約や激しい反対の中で空港公団職員らは必死の用地買収交渉を行うこととなるが、省庁から出向してきた職員らの中には横柄な態度で地権者に接して 不評を買った者も,もおり、空港公団 OB は、当時の状況について、空港用地内の土地の権利関係すらわからない。すべてが、準備不足なのに建設は急がねばならない。地元の理解を得るどころではなかった。民間業者に任せればもっと早かったと思うと、振り返る。1966年12月12日に、運輸省が空港公団に指示した、基本計画では、 1971年春に滑走路1本と西側半分の施設で開港することとし、残りの施設の完成目標は1973年度末とされた。反対同盟の結成三立下芝山連合空港反対同盟のシンボルマーク反対同盟少年行動隊が用いていた旗1966年6月25日。 成田市立三立科小学校で新空港説明会が開催され、藤倉市長が住民らに新空港建設への協力を要請した。しかし、空港建設用地と騒音地域の大部分を占める成田市及び、芝山町はほぼ空港建設反対一色となった。反対する地元住民らは、富里村と同様に政府と対決することを決意し、 富里の反対運動組織や現地に団結小屋を建てて常駐した革新政党オルグラの指導を受けながら各地区で反対運動団体を組織した三里塚空港反対同盟が結成されたのは新空港説明会からわずか3日後の1966年6月28日のことである当時戦後開拓で入植した農民らにとっては 住宅資金や営農資金の返済が終わって農業がようやく軌道に乗り始めており、これまでの老苦の成果が実りつつある時期に当たっていた。また、食料不足の東京に農作物を供給し、復興を陰で支えていたという自負もあり、自分たちを標的とした三理図家案に大いに自尊心を傷つけられた。兵器、開拓、空港と国に翻弄されてきた農民からは、 三度目の赤髪だとの声も上がった。従って、彼らは降って湧いた空港建設計画を、これまでの努力を否定するものと捉え、政府側の期待に反して強く反発した。他にも、ポムラを開発や騒音から守ろうとする柴山地区等の住民や皇室ゆかりの御料牧場に強い思い入れを持つ、戦前原、行政が推進していた東山地区。 営農改善計画に応じて、養蚕用のクワの栽培を始めたばかりにもかかわらず、計画を保護にされ生き通る農家等、様々な背景を持つ者が、反対運動に合流した。1966年7月から8月にかけて、三里塚空港反対同盟及び、柴山空港反対同盟が合同し、三里塚柴山連合空港反対同盟が結成された。 初期段階での反対同盟は、農民を中心に、幼違いも含め、約1200個、約1500人で構成された。各部落には独立性が認められていたが、反対同盟の下部組織として、少年行動隊、青年行動隊、婦人行動隊、老人行動隊が組織されたことにより、各世代間での横でのつながりが生まれ、反対派の世帯は、一家総出で、 反対運動に臨んだ。条件賛成派の動き、住民間の対立閣議決定に前後して、反対派住民の転向を危惧した反対同盟の妨害などを受けながらも、県運輸省、新たに設立された新東京国際空港公団等により、空港の意義や移転保障内容について、住民説明が行われた。この時県の国際空港相談所所長は、 買い取りに応じない地権者への強制収容の実施を匂わせつつも、等と説明をしており、買い上げ価格を相当思い切ってやるとする、政府側の意向が反映された、保証方針が示された。また、閣議決定においても、土地や、家屋の保証代替地の確保、騒音対策、職業転換対策、インフラストラクチャー整備を、千葉県当局の要望に沿って行うことが、 掲げられていた。県の要望によって、閣議決定に、地元との交渉条件などの地元対策が、含まれたのは、極めて異例な措置であった。これを受けて、閣議決定後の数ヶ月で、知見者の8割が、国策であるから絶対反対でなく、条件を出して話し合おうとする条件賛成派に、転向し、成田市議会及び芝山町議会もその年のうちに、 当初可決した反対決議を白紙撤回した。古村では、部落の有力者の影響が強い傾向があり、特に、成田側の駒や、取港では有力者が、条件賛成派に転じると、部落全体も、終止害をした。1968年4月6日には、中曽根康弘運輸大臣及び、友の知事立ち合いのもと、空港公団と、 条件賛成派4団体との間で、用地売り渡しに関する覚書が取り交わされ、空港公団は、空港幼稚未入地の89%を確保した。事前に行われていた、条件賛成派団体との交渉を経て、覚書では、半あたりの買い取り価格が、当初の説明よりもさらに上昇しており、畑、140万円、田、153万円、宅地、 200万円、三輪減や115万円となった。また、畑の代替地基準価格は90万円とされ、当初の説明内容に沿う形で、代替地の工作地の価格は、買い取り額の2、3程度に抑えられたほか、空港公団が、用地提供者に対し転職、就職の圧戦を行い、希望者には、空港内での営業権を与えることや、 大替地を早急に造成し速やかに引き渡す努力をすることなどが訳された。大替地は引き続き専業農家となることを希望する者には優先的に配分されたものの兼業農家となることを希望する者も多く希望者に対して必要な大替地自体が十分に確保できなかったために移転先の高地面積が移転前よりもかえって減少するなど 問題がないわけではなかった。とはいえ、相場以上の土地の買い取り、価格をはじめとした保証が提示された結果、9割の地主が一定の理解を示し、幼稚移転に応じる形となった。幼稚買収に応じた者の,の心情として、小川プロダクションの取材で、条件賛成派となった農民らが、党とそれぞれの思いを語っている。なお、この取材記録は、 同プロダクションの映画作品には使われていない。また、小村を中心とする知見者らが結成した、条件賛成派団体である、成田空港対策知見社会の会長は、先祖伝来の貴重な土地を国家要請で、売り渡さなければならない農民の気持ちは複雑だった。売った以上は立派な国際空港を、一刻も早く作ってほしいと思ったと語っている。移転を機に、 専業農家を辞めた元地権者らの多くは、空港公団の圧戦を受けるなどして、警備業や店舗経営等の空港関連の業種に転職し、取得した、大体地にも、空港完成後の地価の値上がりが期待された。彼らにとっては、新たな生活を営む上で新空港の早期開港が切実なものとなったが、闘争の長期化に伴う開港延期や開港後の、 空港拡張の停滞によって様々な問題を抱え込むことになる。また、元地権者の中には空港公団職員や測量や大執行を行う空港公団のガードマンとなった者もおり、反対派として闘争を継続する親族や元隣人と対峙する事態も発生した。条件賛成派に対する反対派の厭差は少なからずあり、上述の地権社会会長は、 反対派から連日嫌がらせを受けていたほか、支援学生が提案してきた、条件賛成派との再共闘が、反対派の会議で一周されたり、闘争で進んだ、反対派農家が、条件賛成派農家の農作物を荒らすことなども、起きた。反対同盟の資料では、佐藤内閣のお先棒か、次、警察の犬などののしり、条件賛成派が批判された。 逃走初期において反対派が多かった小村で、条件賛成派農家への村八部が行われ、その農家が法務省人権擁護局に訴えたことも、あった。もともとこの周辺の地域では、カトリ巡査、三部巡査と呼ばれるほど警察官となるものが多く、子息が警察官に採用されることは誇られることで、あった。しかし、成田空港問題は状況を一変させ、 反対派の憎悪はこれらのものにも向かった。当初は、出身地を考慮せずに、成田警備に出動させられたため、勤務中には身内に聞くに耐えない罵声を浴びせられ、私生活においても親の葬儀では誰も手伝いに、現れない、村十分の扱いを受けただけでなく、札の犬が来た。と、竹槍で追い回され、多くの、三部巡査がノイローゼに陥ったという。 測量区誘致阻止闘争と革新政党の、リハン流木トラストの名人札。社会党の佐々木幸造、成田智美、三里塚平和党の混流に関わった佐藤幸通りの名前が見える。残りのミニ打ちを有する、政府側の困難を織り混ぜた働きかけを受けても、反対同盟に止まった者たちの決意は固く、さらなる反対運動が続けられた。 反対派は百里飛行場への反対運動を参考に、用地を細分化して、空港用地買収交渉を困難にする目的で、革新政党主導の下で土地一つぼを、地権者や支援者が、相互に売買して登記する、一つぼ運動や、流木に関する法律に基づいて、流木一本一本を売買して、表札を掲げる、流木トラストを展開した。 一つぼ運動は1966年8月29日から始まり、幼稚内で33カ所の2.1ヘクタールが共有地に当てられ、所有者は1300人余りに及んだ。これらの陶器には日本社会党の国会議員も名を連ねている。当初より空港反対運動の組織、指導に関わっていた革新政党であるが、 反対同盟が1967年8月16日に、あらゆる民主勢力との共闘として敵対する、審査翼党派の受け入れを表明したことで、日本共産党との関係に亀裂が生じ始めた。8月21日に、友野知事が、土地収容法に基づく、空港公団による土地の立ち入り調査が行われる、旨を通知した。この間に反対同盟は陳情、でも、 署名運動、会食請求などの様々な抗議運動を行うが、かんばしい成果は上がらなかった。この頃の反対派住民の中には、自民党支持者も多く、自民党議員への陳情も行われたが、陳情後もそれらの議員が、空港賛成の言動を継続したため、失望が広がった。反対同盟が用いていた、連絡用のドラム缶。 叩いて出した音で同盟員を召集していた。10月10日の早朝に、外郭測量用の杭を打つため、空港公団職員らが警視庁、千葉県警察、神奈川県警察の機動隊、約1500人に守られながら、空港建設予定地に現れる。これに対し、反対派は、進路上での座り込みや投石等による阻止を、試みたが、 道路交通法違反等として警告を受けた後に機動隊に物理的に排除されてしまう。この時、同盟員の先頭に立っていた日本共産党と日本民主青年同盟の部隊は早々に座り込みをやめて隊列を離れ、労働家、頑張ろうを歌いながら機動隊と反対派住民らの衝突を傍観した。同盟員は政府の応募と 共産党の裏切りに驚愕し、憤き通った。対して、共産党は、同年11月14日に、大橋武雄運輸大臣を呼び、空港公団総裁が、反対同盟代表の戸村はじめ桜と座談会を、開いたことについて、同盟の大方針に反するばかりでなく、 同盟を一部の人々で引き回す、非民主的なやり方と求断した上、その後も反対同盟幹部の寝返りの噂を流して、主導権の取り戻しを図ったことで、反対同盟との対立は、決定的となった。一方、最悪の場合、一本の杭でも打てればと考えていた、空港公団の総裁や理事たちは、負傷者を抑えて三本とも打ち込めたことで、これで、 空港建設への道が通じた、今月中にも、用地の買収価格を示してできるだけ多くの土地を買い取りたいと今後を楽観視し、佐藤首相も、三里塚空港の実測も、羽田事件が我が方有利に働き、第一次を無事に終了と日記に綴っている。しかしながら、それは長期にわたる螺烈な実力闘争の幕開けであった。 政府の対応に激怒した反対同盟は、暴力を厭わない、実力闘争に舵を切る決意を固めると同時に、12月15日に共産党の支援と介入を排除する声明を発表した。反対同盟の共産党に対する拒絶は、共産党を支持したり共産党員の家族がいる世帯に対する村八部が、古村で行われるほど徹底していた。 トロツキスト暴力集団を排撃する、共産党と対抗する、社会党はその後もしばらく支援を続けていたものの、暴力闘争に対する世論の批判を受けて、翌年9月の第31回全国大会において以後いかなる、闘争においても過激派とは共闘しない方針を表明。やがて反対運動の大列から消えていき、一坪共有運動に参加していた者も,も反対同盟に、 通告もしないまま土地を空港公団に売却した。革新政党は反対運動を利用して、統制の拡大を図ったため、反対派住民らに、不信感を持たれたとも分析されている。第四インターナショナルの赤ヘル。折しも、反対同盟が機動隊の威力を目の当たりにした1967年は、70年安保と、連なる日本の学生運動が勃興しつつある時期と、 重なっていた。革新政党の通り党略に絶望しつつも、国家権力への対抗を模索する反対同盟は、測量食い打ち阻止闘争と、同時期に発生した羽田事件で、機動隊と渡り合った学生らに期待し、支援団体は党派を問わず、受け入れるという姿勢を取った。一方、反国家権力闘争を掲げる、審査翼各派にとっても、三里塚闘争は、 ベトナム戦争反戦運動や佐藤内閣への反発の象徴的な対象として移り、双方の思惑が一致した。翌1968年2月26日及び3月10日には、成田市内で空港公団分室への突入を図った学生集団と機動隊との間で激しい衝突があり、それまで審査翼に会議的であったり、暴力行使を懸念していた。 反対派住民らは、構想力を発揮した学生らを自宅に招いて、艦隊した。このことや、反対同盟代表の戸村はじめ作が2月26日の衝突で、機動隊に殴打されて負傷したことをきっかけに、反対同盟は武装闘争路線の審査翼である、中核派、共産党、社政党解放派が主導する参詞。 全学連の全面的な支援を受けることになった。現地では、全学連の検討をたたえるとの横断幕が各所で、張られ、学生さんだけを殴らせては、わしがまず地祭りに上がると決起に流行る。反対派住民らの熱狂ぶりは、おばさんや青年や老人たちの間では、農民のために血を流してくれた戦う中核が、大もて等と,と報じられた。 反対同盟は審査翼区画派の支援を受けつつ、座り込み、空港公団職員から強奪した、調査用具の損壊、投石、バリケード構築、空港関係者への嫌がらせなど、様々な手段を用いて、空港公団や警察の機動隊を相手に、実力で対抗した。開港までの闘争では、共通の敵である、日本国政府に打撃を与えるという目的と、 トムラ代表の指導の下で、現地に乗り込んだ、審査翼各派の活動からと、トムラ、開拓部落の反対派住民らとが互いに協力、または利用し合いながら五越道州の形で活動を行っていった。反対同盟は、上記の通り様々な審査翼党派を受け入れたことで、武党派の支援者を大動員して、政府勢力と対抗することには成功した。しかしそれは後に、 審査翼党派間の反目や審査翼党派との関係性のあり方についての地元住民間の意見の相違を見反対同盟の分裂闘争の泥沼化につながっていくこととなる一基地区の収容闘争で用いられた火炎貧空高校団は移転保証費を算出するため同意した条件賛成派の不動産に対して100日調査と 呼ばれる調査を1968年4月20日から7月19日にかけて実施したが、これに審査翼党派だけでなく農民が空港公団職員や機動隊に対して核材を振るったりスクラムを組むなどして抵抗した。この時デモや乱闘で条件賛成派の家屋や畑が破壊されている。また、1969年8月18日には、 五両牧場の平常式が挙行されたが、反対同盟が乱入して、抗議行動を起こした上、青年行動隊が会場を破壊し、青年行動隊隊長が全国指名手配されている。警察側でも、これらの動きに対して、同年11月12日に反対同盟が、工事用道路に座り込んで、ブルドーザーを阻止した際に、戸村代表以下13名を逮捕するなど、 断固とした措置を取るようになった。これらの過劣な闘争を前に、円満な用地取得は到底不可能と考えられ、空港公団は国家権力を用いた強制収容により残りの土地を入手しようとした。1970年には収容委員会への強制収容申請に必要な土地調書及び物件調書を作成するために空港公団が 土地収容法第35条に基づく未売周知への立ち入り調査を実施した。反対派はこれに対して死尿やクロルピクリンの投敵、投石、鎌竹槍等で対抗した。当初機動隊は測量を行う空港公団職員の背後に控えていたが、空港公団職員が青年行動隊に、 竹やりで大怪我を負わされると前面に出てくるようになった。さらに反対派は強制収容を困難なものにするため、空港公団に買収された土地での不法工作や、条件賛成派の畑からの窃盗で得た農作物を売って得た資金と、救護料牧場から盗み出した材木等を使い、強固な団結小屋である、砦や地下要塞の構築にも乗り出した。 こうした反対闘争が高まる中、政府は一貫した、日田京の姿勢で、建設計画を遂行し、に、3日のうちに景観が一変してしまうほど、の、急ピッチで工事が推し進められ、未買収地への収容手続きも並行して行われた。1971年2月22日から3月6日に、かけて、 取得が困難な団結小屋や一坪共有地などを対象に第一次行政大執行が実施され、反対同盟、支援党派と作業員、機動隊が衝突した。その後、反対派が立てこもる地下号や農民放送等が撤去された。なお、この年の8月には青年行動隊等によって日本原野祭が開催され、多くの若者が現地を訪れている。 同年9月16日から、再び建設予定地で、第二次行政大執行がなされた。9月20日、この日は、大執行をしないとの友の知事による9月19日の、発表に反して、突如警察の機動隊と作業員らが現れ、庭で、稲の脱穀をしていた、小泉米を排除して、住居を撤去した。空港建設での行政大執行としては最初で、 最後となる民会の実施をもって第二次行政大執行が終結した。この出来事は権力の強制力によって生活の基盤を奪われることが現実のものになったとしてその後の反対闘争のシンボルとなる。第二次行政大執行中に警備に当たっていた臨時編成の機動隊の3名が死亡したほかこれらの激しい闘争では双方が 多数の負傷者を出しており、同年10月1日には、青年行動隊の中心メンバーであった、三宮分男が、空港をこの地に持ってきたものを憎む。私は、もうこれ以上、戦っていく気力を失いました。などと記した遺書を残して自殺し、反対同盟内に衝撃が走った。膠着期1972年3月15日、反対同盟は、 エ滑カス南端、アプローチエリア内の岩山地区に高さ60.6メートルの鉄塔を飛び職の協力のもと建設し、飛行検査を中止に追い込んだ。さらに、千葉港から航空燃料を空港に輸送するためのパイプライン建設が、経由地での反対運動や技術的問題によって停滞し、代替としての鉄道輸送も自治体との調整が難航した。 そのため、滑走路等施設の建設は進められたものの、開港自体は、先延ばしが続いた。反対同盟側も、大執行阻止闘争での大量逮捕により、打撃を受けており、反対同盟結成時に320個あった、幼稚内反対派農家は、大執行前後には45個、1976年には23個にまで、減少していた。一方、この期間においては、 小田みのる、浅田三つてるら震災屋系文化人の支援を受けた、戸村代表の第十回参議院議員通常選挙出馬や、有機農業の導入などの取り組みがあった。妨害の中での開港岩山鉄道の跡地に立つ、岩山闘争記念館1977年1月11日、さあ働こう内閣だと自称した、福田竹雄内閣が閣議で、年内開港を宣言し、 1>, 1月17日には関係閣僚協議会が開かれて閣僚からは積極的発言が相次ぎ福田武雄の年内解雇を目指す有言実行を唱える福田内閣が言った以上は実現しなければならないと改めて決意を述べて大号令を発した同年1月19日には航空機の飛行を完全と拒む岩山大鉄道を撤去するため 重機を運び込む道路の延長工事が始まるなど、当局は早速空港建設に向けて動き出した。これに対して反対派も4月17日に、逃走史上最大となる17,500人を結集して、空港粉砕、鉄塔決戦勝利、仮処分粉砕全国総決起集会を三里塚第一公演で開催した。同年5月2日、空港公団は、 航空法第49条第1項違反として、鉄塔撤去の仮処分申請を千葉地方裁判所に提出。5月4日、千葉地裁は、書面審理のみで仮処分を決定。5月6日午前3時頃、2100人の機動隊が、鉄塔周辺を制圧した。4時過ぎ現場に到着した北原金春事務局長に、千葉地裁執行官が、 鉄塔の検証終了と鉄塔の撤去を通告。反対派を周辺から排除し午前11時過ぎ鉄塔の撤去を完了。航空法違反部分だけでなく、鉄塔を根元から切断撤去した。この日の午前5時頃から反対派と機動隊の衝突が続き、反対派は緊急現地集会で抜き打ち撤去に手段を選ばない報復を宣言した。 5月8日に発生した大規模な衝突においては臨時野戦病院前でスクラムを組んでいた支援活動家の東山カオルが頭部を負傷して意識不明の重体となり2日後の5月10日死亡。後に東山の両親は機動隊の催涙ガス弾が原因として政府と千葉県に約9400万円の損害賠償を求めて提訴し東京高等裁判所 最高裁判所に訴えを認められた。5月9日にはこれに対する報復とみられる襲撃により警察官1名が死亡した。開港目前に襲撃された初代完成登場機のような過程を経て一き地区、工事は押し進められ、滑走路1本の片肺ではあるものの、新東京国際空港は翌1978年3月30日にようやく開港することとなった。 しかし、政府の威信をかけた開港を目前に控えた3月26日に、第4インターナショナル、プロレタリア青年同盟へ、戦記、共産主義者同盟へ等が空港を襲撃した。前日から地下に潜伏していた、別動隊がこれに呼応して排水口から空港中央部に侵入し、対応に追われる、警備人の隙をついて、空港管理ビルに突入。 さらにビル内の完成等を占拠して各種設備を破壊した。このため開港は延期のやむなきに至り、政府はさらなる警備強化を実施するとともに、いわゆる成田新法を制定するなどして秩序の回復を図った。この開港遅れの期間中であった5月5日に納車されたまま定期運用がない状態だった京成電鉄のスカイライナー用車両が放火される。 事件が起きた。さらに5月19日にも、空港連絡鉄道である、京成本線での同時多発列車妨害事件や、うニゆショウ航空局専用ケーブルの切断事件を起こすなど、審査翼東原による闘争は先鋭化していった。関西当襲撃から2ヶ月後の5月20日、関連施設への襲撃、運行への妨害、警察部隊との激しい衝突が行われる中で、 新東京国際空港はようやく開港を果たした。この時の関係者の思いは、福永賢治運輸大臣が式典で述べた、南山の子は健やかに育つとの言葉に凝縮されている。この時点で未成のに基地区内には反対派農家17個が残され、うち15個が反対同盟で占められた。開港に前後して過激派によるゲリラ事件も頻発したが、 翌21日に一番機が反対派が燃やす個体屋の煙をかいくぐって空港に着陸すると関係者からは拍手と歓声が湧き上がった。成田空港の検問所。検問は2015年3月に廃止された。開港時点においてもなお反対運動が活発であったことから来航者全員に対する検問が実施され、当時としては世界でも稀に見る。 警備体制が敷かれる空港としてスタートした新東京国際空港であったが開港翌年の1979年には日本人出国者数が前年比14.6%増の4038,298人を記録し初めて400万人を超えると最新設備を具備した大型空港が開港したことで日本の国際化は大きく進展した 開港から10年目の節目である1988年度には、成田の国際線日本人旅客数が1000万人の大台を突破している。2002年に至るまで滑走路1本のみで運用されたとはいえ、空港には、世界各地から2階建ての超大型希望イング747が飛来し、限られた発着枠の配分を待つ乗り入れ希望の航空会社が引きも切らない状態が続いた。 本邦者のみならずノースウエスト航空等の異縁権を行使するアメリカの航空会社が太平洋路線とアジア路線の結節点として成田をハブ空港にしたことから成田は国際線の拠点として長らくアジアの中でも中心的な役割を果たしていった周辺地域には空港関連事業で働く多くの労働者と その家族が流入し、地元住民やその親族の多くも、経済的に空港へ依存するようになったことや、自治体もその財政を空港によって得られる税収や、交付金に頼るようになったため、反対運動に対する世間の関心が薄れていく中、反対派は地域においても、空港との共生、共栄の声に押されて、次第に孤立していくこととなる。一期地区のみでの運用が続く。 成田空港、開港絶対阻止をスローガンに活動を進めてきた反対運動は空港開港により当初のスローガンを空港廃港、日機工事阻止に転換せざるを得なくなった反対運動の中心人物であり精神的支柱でもあった戸村代表の病死とともに空港の存在が既成事実化するにつれ条件闘争への転向者や 反対同盟からの離脱者が続出した。初期の反対運動を経営にしていた地元の民らは次第に実力闘争から離れていき、反対同盟の支援者であったはずの審査翼党派が運動を掌握するようになり、時には学生らに反対同盟員が求断され、暴力を振るわれることも起きるようになった。反対同盟幹部らは事態を危惧し、 過激派等の攻撃から運営中の空港を守りながら強制収容を実施することは不可能と考える警備当局や空港公団関係者らからも2基地区の整備を絶望しする声があったことから開港と前後して反対派と政府側との間で水面下での交渉が模索された。中には覚書の締結にまでこぎつけたものもあったが情報漏えいにより不成功に終わった。 政府との交渉が新聞に暴露されると話し合いを行っていた反対同盟幹部の家には連日審査翼の外線者が押しかけて早朝から日没まで大音量で暴力をののしり交渉の是非や幹部の処遇をめぐって紛糾した反対同盟は大混乱に陥った。反対派の民らは党派は闘争第一であり生活の面倒は見てくれない。 条件になれば断崖されると深刻な葛藤に直面することとなる。そのような中で、2期地区内の未買収地での一坪運動をさらに進める、一坪再最強有化運動をめぐる、反対派住民同士の対立に加えて、支援党派の主導権争いが目立つようになり、反対同盟は1983年3月8日に、北原高知事務局長を中心とする、 北原派と厚田一行動隊長を代表とする厚田派とに分裂した。北原派は一坪最強有価運動に反対の立場であり、空港用地内の農家が多く、中核派、河老卿、共産党選挙派等が支援した。厚田派は一坪最強有価運動推進の立場であり、空港用地外の農家が多く、第四インター、選挙、共産党、 フロアオ道東が支援した。北原派も厚田派も空港建設の見返り事業である成田用水を認めないこととしたため用水受け入れを訴えていた幼稚街にある小村の農民の多くが用水派として反対同盟から離脱し条件交渉に移った。1983年時点では北原派が約30個、厚田派が約70個、用水派が 約100個であった。1987年9月4日には、北原派から支援党派の介入に反発する小川派が分離する。一方で、開港後においても10.20成田現地闘争を、はじめとする審査翼活動からによる暴動、破壊行為だけでなく、東鉄工業作業員宿舎放火殺人事件や、千葉県収容委員会会長襲撃事件のような、 関係者を標的とした左翼テロが横行し、さらには反対運動を断念して、空港公団に土地を売却し移転した農家へのほか遠いやがらせや審左翼投破間での打ち下場も発生した。後年になると、その標的は空港にほぼ無関係な公務員や下請け業者にまで及び、極左暴力集団の攻撃は無差別の様相を呈した。 成田が開港した1978年から2019年までに発生した成田関連のゲリラ事件は511件にも上り、この件数は当該期間中に全国で発生したゲリラ事件の半分以上に相当する。処理能力が限られた成田は一度に多くを運べる。ボーイング747が機材割合の過半数を占める。 世界でも稀な空港であった多数の反対同盟員が起訴された東方十字路事件の裁判では1986年に異例の温情判決が出され平成の到来と冷戦終結とともにビーカスソを含む2期工事を進めたい政府と反対運動の風化を懸念した反対同盟厚つ多派のメンバーの間で話し合いの機運が生まれた1990年に 運輸大臣として、初めて過去の経緯について謝罪した、江藤高美が現地で厚田派と対話したのを契機に、1991年から1993年にかけて、合意形成の場として、成田空港問題シンポジウム及び、成田空港問題円卓会議が開催され、住谷幹雄団長とする、住谷調査団が、相互理解と和解の働きかけを行った。 この中で政府側と反対派のすれ違いがこれまで連続してきた経緯について議論がなされ運輸省は空港の位置を決める前に地元のコンセンサス作りを十分にやらなかったのは努力不足であり深く反省している空港作りを急いだ結果地域社会に混乱と深い傷を生じさせてしまった胸空港公団は地域のコンセンサス作りについて二十数年前にもっと やるべきことがあった胸の謝罪の言葉をそれぞれ述べ、対話を通じて、空港問題の平和的解決を目指していく、意思表明がなされた。それらの取り組みの結果、1995年の円卓会議終了時に、村山富市首相が反対同盟に対し謝罪したのをはじめ、政府、官僚、空港公団が過去の過ちを認めたことや、 空港東側の住民への保障として、芝山鉄道線の建設が、改めて約束されたことなどにより、木の根地区の地権者らが、集団移転に応じることとなった。未売周知等敷地内居住者所有地敷地外居住者、所有地一般共有地一坪、共有地団結後や北原派。 農家工作地空港公団の民営化に伴い、成田国際空港に空港名を改められても、当初 B 滑走路建設の予定地とされていた、東方地区の農家や一坪ぼ地主などの用地買収に応じていない地権者が若干名残っている状況である。空港公団の後ろ身である、成田国際空港株式会社によると、2019年8月末の空港用地内の未買収地は、 敷地内居住者2件1.7ヘクタール、敷地外居住者4件0.6ヘクタール、一般共有地3件0.5ヘクタール、一坪、共有地2件0.1ヘクタールで、合計2.9ヘクタールとなっている。なお、空港用地内に残る団結小屋は、木の根ペンションと横堀鉄塔の二棟である。現在の成田では、国、県、空港周辺市長、 空港会社で構成される4社協議会や、空港対策協議会、騒音対策協議会、自治体連絡協議会など、話し合いと問題解決の仕組みが設けられているとされる。なお、2011年6月23日に三里塚闘争を、構成に伝えるための施設として、空港会社が、成田空港空と大地の歴史館を開館している。また、後継ぎのいない。 地元農家が増えるなどの近年の環境の変化を踏まえて空港の発展が地域の発展に直結するという考えに転じた元反対派もいる中においてもはやごくわずかとなった反対同盟を他の地域に居住しながら未だ支援し地域を犠牲にしてでも政治闘争や反権力闘争を続けようとする審査翼党派については批判の声が上がっている 世界有数の市場である首都圏を後配地に持つ成田空港は処理能力の範囲で追いながらもかつて世界屈指の国際旅客取扱量と世界一の国際貨物取扱量を誇る一大国際航空拠点であった。しかし、超大型空港の整備が周辺国で進められ、特に大韓民国が国家を挙げてインチョン国際空港を整備して、 日本の航空市場への構成をかける中で、富里での抵抗により、規模を大幅に減じられた上に根強い反対、運動によって三理図鑑での基本計画の完遂すら、ままならなかった、成田空港の国際的な地位は、相対的に低下していった。羽田空港の最国際化を経た2019年時点においても、成田空港はなお、日本において第一位の国際空港であり、 また LCC の定着と増大する法日外国人旅行の後押しもあって、その取扱い量は増加傾向を維持していたものの、2016年には成田空港の国際線旅客取扱い量は第18位にまで世界順位を下げている。成田空港空と大地の歴史館成田空港建設においては裏目となった。 日本国政府の政策とそれにより発生した三里塚闘争が、双方にあまりにも悲惨な結果をもたらした教訓から、公共事業をめぐって紛争が起きている現場では、合意形成の努力をしないまま、力に頼って、事業を進めれば、力による抵抗を生む、左翼の介入を許すと泥沼になるという二つの自戒を込めて、成田のようにならないようにしようが合言葉になった。 もともと日本の国土は、その狭さと平地の少なさから、空港的地がほとんどなく、さらに内陸での成田空港建設では、空港用地取得や航空機騒音等の問題が、顕著に現れ、三里塚闘争による甚大な損失を、招いた経験から、以降日本の空港建設は、それらのハードルが低い海上や遠隔地で建設される、ことが多くなった。そのことは、 日本の空港の利便性、拡張性、柔軟性の低下やコストの増大をもたらしている。また、土地収容や行政代執行も慎重に実施されるようになり、日本の公共事業全般に多大な影響を与えた。上述の成田空港空と大地の歴史観は、国家公務員総合職所任者や成田空港会社の新入社員の研修に組み込まれ、 第二の成田を作らないよう、三里塚闘争の教訓を活かす取り組みに用いられている。一方、開発に反対する住民側においても、実力闘争から住民投票などに戦い方を変える転機になったとも言われ、特に長期にわたる闘争を経て行われた成田空港問題シンポジウムや日本初の円卓会議方式の取り組みである成田空港問題円卓会議は、 原子力政策、長良川,川川口関、八葉ダムなど、それ以降の日本全国各地での公共事業実施や住民運動の参考事例となった。日本国外でも、関西当選挙事件等は大きく報じられ、闘争の様子は映画や音楽などの芸術作品でテーマとして用いられたほか、公共事業の失敗事例として大きな注目を浴びた。例えば、 西ドイツでは、成田と同時期に計画があったミュンヘンでの空港建設に当たって、成田空港問題について徹底した研究分析が重ねられた。1969年に空港建設を決定していたバイエルン州政府は、20年の右予曲折を経ながらも、259回に及ぶ公聴会を開催して、反対派を十分に説得した。 その結果新しい空港は空港周辺の環境との両立を図るため空港計画の一部縮小を経ながらも着工から5年後の1992年5月にフランツ・ヨゼフ・シュトラウス空港として共用を開始し今日では欧州の空港の一角を成している朝日ジャーナル編集部編サンリズカ反権力の最後のとりで東京31処防 31新書697、1970年5月。ISBN 9長7843億8070万88。ニシッド BN0744089X。航空政策研究改編、新東京国際空港と地元県の立場、1973年8月。 おくるく8億3490万5355。戸村はじめ作、のに立つ31処方、1974年2月。おくるく1億2336万7491。飯高春吉、北総の朝明け、成田空港逃走と警備の記録、千葉県、千葉日報社出版局、1976年8月。 おくるく7億384万9928大坪継承東京新聞千葉支局編ドキュメント成田空港傷だらけの15年東京東京新聞出版局1978年4月おくるく6億8185万6212佐藤文章遥かなる三里塚インサイドレポート成田空港東京 講談社、壇九1978年4月。おくるく6億7341万3811。戸村はじめ作、我が三里塚、風と炎の記録。東京、電波端書店。1980年3月。おくるく6億7300万5494。波竜一郎編、シンポジウム三立家の思想。東京、告げ書店。 1980年3月。ムシット BA335 万 2302X。松岡秀夫、成田空港って何だろう。東京、技術と人間。1981年5月。おくるく6億7365万3768。友野竹人、疾風土塔、県政20年の歩み。東京、社会保険信奉者。 1981年10月。土井、10.11501、977万3996。送くるく6億7335万8043。友野竹人、族、疾風土と千葉日報社。1984年6月。佐藤文章、日本の航空戦略。21世紀のエアポート。東京、最丸出版会。 1985年12月。ISBN9 兆7843億7730万6903。ニシッド BN01412290。アプター DE、沢吉尾役、三里塚もう一つの日本、東京、岩波書店。1986年6月。ISBN9 兆7840億8778。 新東京国際空港公団編、新東京国際空港公団20年の歩み、1987年3月、送る区7億413万4209。千葉県警察市編参委員会編、千葉県警察市参観千葉県警察本部、1989年1月。土井、10.11501、1 1 3万8014。 おくるく6億7460万926。宇沢博文、成田とは何か戦後日本の悲劇岩波書店。1992年2月。ISBN 978から40億430万2162。公安調査長編。成田闘争の概要。1993年4月。住谷希夫、成田の空と。 第一闘争から強制へのと岩波書店。1996年10月。ISBN978 から40億1万5462。北原金春。第一の乱成田闘争三理塚。反対同盟事務局長の30年お茶の水処防。1996年5月。 ISBN 978から42億7501万6294。朝日新聞成田支局、ドラム館が成りやんで、元反対同盟事務局長、石毛博道、成田を語る四つ屋ラウンド、1998年6月。ISBN 978から49億4651万5194。杉浦和樹。 空港オーズ日本は、大航空時代に生き残れるか中央書院、1999年9月。ISBN 978から48億8732万802。成田市立図書館編、市民が語る成田の歴史、成田市市総書第3週成田市教育委員会、2000年3月。原口和久。 成田空港365日1965から2000論処房2000年5月 ISBN 978から48億4551万672三立下の土に生きるを観光する改編三立下の土に生きる東方島村一家の歩み町から社2000年12月 ISBN 978から49億3913万9031。過激事件簿40年史、立花消防、2001年8月。ISBN4 から803714088。おくるく6億7484万796。福田勝彦。 三立家ソイル平原社、2001年10月。ISBN 978から49億3839万1263。原口和久、成田、あの一年論処房、2002年4月。ISBN 978から48億4550万1779。前田信夫。 特命交渉人用地や1965から2000、アスコム、2005年7月。ISBN978 から47億7620万2592。財団法人千葉県資料研究財団編、千葉県の歴史資料編、近現代旧社会、教育、文化3千葉県、2007年3月。 おくるく51億7357万175。萩原進む、農地集奪を阻む三里塚の民怒りの43年、編集工房1日、2008年11月。ISBN978 から44億3412万5546。神経美容語辞典、立花処方、2009年8月。 ISBN 978から4から803713022。80おくるく6億7501万3805。大和田武史、かノミキオ、成田の物語1978年開校から、論書房2010年4月。ISBN 978から48億4550万1960。 日本航空協会編、日本の航空100年航空、宇宙の歩み、東京、日本航空協会、2010年9月 ISBN。ISBN 978から4から889121902。https 88コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ o c l c スラッシュ669739594。66 成田市立図書館編、成田の地名と、歴史成田市、2011年3月。桑織雄一、ノーサイド、成田闘争、最後になった、社会党、オルグロン書房出版、2013年。ISBN 978から4から845502073。くるく8億6750万1233。 https://www.worldca.org/.oclc/.867501233 t。鎌倉高雄石原賢治、成田空港の、公共性を問う、取られてたまるか。農地と、命社会評論者、2014年5月。 ISBN 978から4から784514922。クルク8億7586万4992。水谷康隆岸光一、川共同政治局の敗北1975から2014、あるいは中核派の崩壊白二社、2015年5月。 ISBN 978から48億3440万1646。成田国際空港株式会社成田空港50年史編参委員会編。成田空港50年史成田国際空港株式会社、2017年3月。おくるく10億329万9903。伊藤敦紙編、三里塚もユ 国葬大地の農民魂平原社、2017年5月。ISBN 978から49億3839万1607。国立歴史民族博物館編、1968年、無数の問いの紛失の時代、一般財団法人歴史民族博物館、新公開、2017年10月。 おくるく10億2107万5045。成田空港その役割と、現状2019年度成田国際空港株式会社広報部、2019年11月。おくるく11億3557万5825。 h t t p s w w w n a j p j p i s s u e i a k u w a r i g e n j y o l i s t h t m l 成田空港問題シンポジウム記録集。編集委員会編。成田空港問題シンポジウム記録集。1995年3月。くるく7億413万4209。 成田空港問題円託会議記録集、編集委員会編、成田空港問題円託会議記録集、1996年3月。くるく7億415万6579。新空港建設闘争記録集編集委員会編、新東京国際空港建設闘争記録集、日本共産党千葉県委員会、2008年12月。 無シッド BA9097 万1452周辺住民による成田空港問題フォーラム実行委員会編周辺住民による成田空港問題フォーラム記録集1999年7月送る区1億6644万7952成田空港地域共生委員会編成田空港問題円卓会議後維持項点検 記録集強制を目指した10年間の奇跡。2005年11月。くるく1億7千5万4622。成田空港地域強制委員会編。成田空港地域強制委員会記録集。地域強制委員会記録集編集委員会。2011年1月。くるく7億425万9763。相原良二、川宮信夫。 成田空港問題と、土地収容法、文化科学研究六冠2号中央大学、37から55ページ、1995年3月。一瞬09156461。http id.2e.ac.jp 1217 00016313 2021年11月16日閲覧。 加セイ子、フードロンから見た、合意形成プロセスに関する研究立教大学、2015年。ドイ、10.14992、00011526。https コロンスラッシュスラッシュドイ .org スラッシュ10.14992スラッシュ00011526。2021年4月1日閲覧。相川陽一、三里塚闘争における。 主体形成と、地域変容、国立歴史民族博物館研究報告216巻、国立歴史民族博物館、169から212ページ、2019年3月、一瞬0286から7400、http コロンスラッシュスラッシュ id.2e.ac.jp スラッシュ1350スラッシュ00002457スラッシュ。ありがとうございます。